お疲れ様です。はい、どうも。皆さん、遊び屋 YouTube をご覧になっていただきありがとうございます。今日はね、もう朝5時から起きております。朝5時に起きて、最近ね、緑にハマっておりまして、まあ、盆栽もそうです。で、あと東京から盆栽チームも帰ってきまして、で、朝は水やりして、植物を外に出して、なんやかんやしとったらもう昼ですわ。まあ、鯉もいますけど。元気いいですよ。こいちゃんとも。はい、寄ってくるいいね。はい、さっくれ、さっくれ、言ってから。どうかやね。ということでね、まあ今日は休みですけど、ちょっと、今日朝から棚も作ったよ。あ、棚神様だろ。いや、僕も来た時にあら、増えてると思ったよ。あ、これいいね。これちょうど余っとったっけ、木が。かわいいやろ。こっちは、サボテンとか。はい、アガベ、これカジュマル、ガジュマルですね。ガジュマルね。はい、カジュマルってどっかで聞いた。これは皆さん知ってるアロエですよ。これね、私は色が白かろう。だけど、はい、日に焼けたらこれぶつけてからこう塗っちゃろうかも。はい、ということでまあこういうのがいっぱいありまして、ね、盆栽来ましたよ。五葉松。これ梅。梅ちゃん。花がなくなったね。そうですね。まあ、これももう買った千円券で。この辺が伸びちゃるけな、はい、もう2センチぐらい伸びてる。そうなのよ。でこっちがちょっと大きいやつやね。今もうね日光浴してるの。はい、これは購入されたのは最近ですね。6年ぐらい前。どんちゃんちょっとポイ寄るけどんちゃん連れてこう。はい、どんちゃん。どんちゃん、久々の登場ですね。久々のどんです。はい、どん。ありがとうございます。昨日散髪行ったよなと。で、まあいろいろあって、はい、で今リビングを、結構リビングが暗いのうち、はい、日が当たらないように作ったから、はい、わざと。なので今ね、リビング大改造、来週しますけどね、はい、電気つけてね、はい、あ、もう、オーラブホテルみたいな。こんな感じで風当てて、はい、中暗いからね、はい、外に出してあげて風当てて、うん、元気にしてあげる。ただあんまやりすぎもよくないんだろうね、うん、体あの焼けちゃうから。はい、でこっちに、まあ、こっちはね中ぐらいにして一気に増えましたね、いろんなものが、うん、これは東京から来た、あ、アデネームアデさんや。これが一番最初にあったやつ。さあこれ7、8年なので。ほんまに。本当にですか？全く興味がない時からあった。おお。一個しかなかったやつか。これが袋のね。トロキチ。はい。ということで、まあこうやってね、うん、午前中は観葉植物に水をあげて、まあ鯉にまず餌あげて、うん、コーヒー飲みながらいっぱい。ゆっくりしてで目が覚めたら観葉植物外で出して水やりすると、うん、まあ、だから庭も全部庭の植物も春から水やり、そう、夏乗り切るには春が勝負だった、うん、ということで、まあ、鯉が可愛いってあれですね。やっぱもう餌をあげるようになって寄ってきますね、近くに来たら。そうだね、実はもうあげて1週間ぐらいかな。はい、撮影するの忘れとったやん。そうっすね、忙しかったから。はい、いいえ。どんで、はい、まあもう結構日光浴させたから、はい、ちょっとこれを家に直して、はい、ノードン、はい、ということでね、はい、見てこの風鈴。これはね、いい音がしてますね、ずっと。これはね、昔ね、はい、京都のね、温泉旅館に行った時があるんよ。はい、そこのね、ギャラリーでね、売っとったか売っとってないとかいう話。本当アマゾンで買ったよ。これがええんよ。これをね、聞きながら朝から、はい、まったりするんよ。はい、最高じゃろ。そうですね。
ほんまに。ホッパで。ホッパでもう。あ、じゃあ、京都で買ったわけではないんですね。うん、アマゾン。かっこやろ。いいですね。なんとか遺跡みたいな色してるじゃん。なんか、普通の音とはなんかちょっと違うような。やっぱレベルが違うやろね。そうですよね。うん、多分。もう200年ぐらい前のやつだ。昔の中国のだっけ。昔の三国志のあの辺の時代のやつだっけ。先週アマゾンで買った。で、池もうバッチリや。この前紹介してなかったろ。そうですね。これが買った文化装置ね。湧き水清いに、あれをキリしてから最後バーつけよう。湧き清き場にして、これ清水さん。湧き清き場名前変えんさい、これ石垣株式会社、石垣さん。これほんまくださいね。バーチ高いんじゃけね。生物、物理で、ぐるっと回るとこれが井戸水、はい、地下ポンプね、ポンプ小屋、はい、今度これが水槽が増えた。水槽増えたっていうか、これね、はい、まさかのこの池にカーポート、はい、車の屋根あるじゃん、はい、それを池につけるんだよ、はい、でかいの。なので一回水を抜いて池の、はい、鯉を全部こっちに移さなきゃいけないんだよ、しばらく、はい、工事が、まあ、工事2日ぐらいで終わるってらしいけど、はい、でそれができたら、まあ、その間にこっちでちょっと遠浴して、はい、薬浴して池に水を溜めて戻そうかなということです。じゃあその屋根設置の間に鯉を移動させるってことですよね。そうそうそう。で池の掃除もしないと、はい、で今 3つ水槽用意してる。1トン500リッターを2つだから2トンだね、うん、これ OK、はい。こっちはもう釣り部屋使ってね、もうバイク越えになってた、乗らないバイクを。僕もね、昔はバイクがない時はバーベキューとかね、はい、してましたけど、バーベキューしたら、焼肉したら、そう、危ないんだよ。そうですね、大切なバイクたちが。結構もうね、すごいんですよ、もうなんか、売ってくださいっていう、結構来るから、はい、まあ、友達とかね、後輩と、はい、みんなやっぱね、ええもの知っとる。そうですね、うん、これが、73だね、73Z1。 72が初期だからね、長谷川さんが乗ってるのが、あ、長谷川さんのが72じゃなかったっけな、ど初期やな。737、こっちの左が74、タイガーカーですね。で、75という青玉ですね。もう青じゃない。そうですね。紫みたいな色が抜けて。で、こっちの KZ1000 が、もう、まあ、動画でも紹介したけど、はい、1980年の1月製造ってことだね。本当に同級生ですよ。そうですね、うん、わしの方が多分1週間ぐらい先輩だろうけど。オフィシャルファンクラブ清木場組清木場モバイル、最新情報をいち早くお届け。ここでしか見られないファンクラブならではのコンテンツを配信中。ファンクラブ限定イベントも開催。詳しくは概要欄からオフィシャルサイトをチェック。皆さんぜひ、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いします。 See you.